2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資しておりました半間陽先生です。今回、厳しいまた夜中ですね。そろそろ休もうと思ってます。で、こちらのシグナル町でね、こちら、ライブ投資の試験ですので26で自動売買できませんのでね、投資する準備しております。通貨国をねすぐ選択できるようにこのマウスでね開いております。通貨ペア17選択ですね。でこちら17の選択で分析をしてですねシグナルが発生しましたら、飛び起きてということですね。こちらの左上17個の通貨国ある一番左の上ですね。これは2分析になってますね。2分析。あ、1分析になってます。2番目は2分析ですね。36の37の5の6ね。上は26の33だけなんですよ。で、3番目は2ブロック。4番目も2ブロック。それで、2番目の上は1ブロックですね。分析をちょっと省略してるんですけども、どうなのかなということでシグナル数が出やすいかなというようなことを見たんですけども、いや逆に出にくいんですよね。で3レンジ分析ができまして、3レンジ分析はいいんですけども処理がちょっと時間かかるんで2分析が一番妥当じゃないかと思います。 RSI をね2つということですね。分析はね、RSI 一つだけ の動きだとねちょっと分かりづらいんで RSI 2つ3つの分析でやってますね。それと片寄せボリンジャーバンドですね、オリジナルのテクニカル分析がバックに睨んでおります。分析ですね、状態を見てですね、このシグナルで出るのを待ってるわけですね。で今もうすぐ、水曜日になるかと思う。11時59分、11月13日ですね。とても厳しい戦いですね。まあこれを用意しといてちょっと電気毛布にくるまってちょっとすぐ飛び起きられるようにしとこうと思ってます。そういうことでですね、今回は RSI のインジケーターと片寄せボリンジャーバンドのこれは形的ですね、ということでねご了承ください。内容は秘密です。でこれでどうかなということでね、試験投資ですね、先日の試験投資です。慣れてきたら10万円、まあ5万円で投資していこうと思います。10万で100万とかね、で投資していこうと思います。あんまり資金多いと続けられなくなるんで、あんまり投資はしないと思いますけども、いろいろな良い会社を選んでね、投資したいと思います。どうもありがとうございました。